ドミトルフ、ドミトルフ、ドミートルフは、ロシアのモスクワ州にある都市。首都モスクワの北6 5トルに位置する。クリア島川支流のヤフロマ川、および、モスクワ運河、ボルガ川上流とモスクワ川島、ブニソウ。人口は2002年国勢調査で62、219人。この地はかつてフィンウゴル系民族のメリア人が住む、地だったが、1154年に、 ユーリー・ドルゴ・ルーキー公がドミトロフを建設したとされる。深い森の中にあった、この地は、ユーリーの息子フセボロド、先例名はドミートリーで、守護聖人は、聖、デミトリオスが生まれた場所で、その誕生に伴い町が建設された。13世紀には、モスクワ公国、トベリ公国、ペレスラブリザレスキー公国という北東、ルーシュの相争う諸公国の境界が集中する。 場所であり、1301年には北東ルーシ諸公の会合が行われている。軍事上の用地であるだけでなく、ヤフロマガワヤを通じて、南のクリア島川沿いのウラジーミルの都と北のボルガ川沿いの諸都市を結ぶ交易の町でもあった。12世紀の建設以来諸公同士の戦争で何度も略奪されたほか、 1238年と1293年には、モンゴル帝国による略奪も受けている。ドミトロフ自体は遥か北のガーリーチイコール、メルスキー公国に属していたが、ガーリーチとドミトロフの分裂の後、1364年に、モスクワ大公国に併合された。ドミートリー・ドンスコイとその孫バシーリー二世は、ドミトロフを息子たちに分領として与えており、長らくドミトロフは、 小さな分量の都であった。イヴァン三世の息子、ユーリー・イヴァノビチがドミトルフ公だった時期、1503年から1533年、ドミトロフは最盛期を迎えた。町のクレムリンには黒いドームをいただいた、聖神助修身大聖堂が建てら、聖ボリストグーレ、武修道院もこの時期に建てられた。ドミトロフの商人たちは、 ドミトルフ公の権力の後ろ盾を得て盛んに活動し、北方の地方へ穀物などを売り、代わりに得た毛皮、塩、鳥などをモスクワへ運び、さらに、ボルガ川水系を通じて、カスピ海沿岸とも交易していた。ユーリー公が逮捕投獄されると、ドミトルフは、弟のスター・リザ公、アンドレイ・バノビチに与えられた。1569年、イヴァン・四世の治世。 アンドレイの息子で、スターリツァ公のウラジーミルは服毒自殺を強要された。モスクワ大公国最後の分量校であった、ウラジーミルの死後、ドミトルフは皇帝直轄領をプリーチに名に編入された。以後、ドミトルフは、ロシア内政の混乱や交易路途絶の中で、ゆっくりと衰退し、動乱時代のロシアポーランド戦争では、ポーランド軍とロシア族たちとの戦場になり、修道院は、 モスクワへ進軍するポーランド軍に対する要塞となった。ドミトロフの町はポーランドリトアニア共和国軍やドンコサック軍に略奪される被害を受けた。この被害からドミトロフは長い間立ち直らなかった。1624年の住民数はわずか127人と記録されており多くの空き家が朽ちていたとされる。25年後には住民は10倍にまで回復したが、 16世紀の映画は戻っていない。ヤフロマ川からボルガ川上流への交易路が再び機能するのは18世紀初頭に新首都、サンクトペテルブルクが建設されて以後のことであるが17世紀末にもこの交易路はモスクワの宮廷の食卓にルガのカワウを届ける役割を過労じて果たしていた。年エカチェリーナ世の行政改革で ドミトルフは、首都ナリコの一体の行政の中心となった。また、ロシアの多くの町と同様に、この時期に、町の紋章が与えられている。18世紀から19世紀にかけては、ドミトルフは、モスクワ・サンクトペテルブルクを結ぶ、商業都市となり、ロシアの平均的な都市の人口に商人が占める、割合が1.3%だった時期、ドミトルフでは、商人は、 人口の10%から15%を占めた。18世紀末の地域経済発達で、石造りの家が建設され、古い木造教会の再建が進み、1784年には都市計画も行われた。1812年には、祖国戦争が起こりドミトルフはナポレオン率いる大陸軍に占領され破壊された。しかしクリンからのロシア軍の接近を知った。 大陸軍は戦いを避けるためドミトルフからすぐに撤退している。19世紀の後半、モスクワからサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が、モスクワ北東のクリンを通り、1851年、モスクワと北のヤロスラブリを結ぶ鉄道が、セルゲイフパサドを経由すると、1869年、鉄道という物流の大幹線から外れたドミトルフの経済は、 古くからの内陸河川交通の衰退もあり、停滞した。ドミトルフ地区は、モスクワ周辺でも、工業の集積が進み、ドミトルフはこの地方の行政、公易の中心ではあったものの、地の人口は減少し続けた。しかし1900年に、モスクワから、ボルガ川沿いの町サブヨロボ、現在は、キームルイの一部を結ぶ鉄道がミトロフを通ると、経済は、回復を始め、 第一次世界大戦迎期で、機械産業も人口も大きく伸びた。ロシア革命の最中に、ロシアに戻った、無政府主義者、ピョートルク・ロポートキンは、1921年に、ボッするまでドミトロフで暮らしている。1932年から1938年には、内陸河川交通を刷新するべく、モスクワとボルガ川上流を結ぶモスクワ運河の建設が始まった。 この作業には政治判断が投入され、ドミトルフにはクラグ、強制労働収容所が設けられている。運河建設に伴い工場も進出し、ドミトルフは周辺の村を併合し人口も3倍に増えた。しかし運河建設のため、運河改削予定地域にあった古いバシレフスカや、聖堂や旧聖試験坂へ大聖堂などが取り壊されてしまった。 1941年の大祖国戦争では11月26日から27日にかけドイツ国防軍が迫ったモスクワの戦い。ドイツ軍はドミトロフの南でモスクワ運河を占領したが赤軍の反抗でドミトロフ市内には入ることができなかった。12月11日にはドミトロフ地区からドイツ軍は撤退している。 1960年代と1980年代、プレハブコンクリート製のアパート多数が建設され、ドミトルフはソ連の他の都市同様の外観を呈するようになった。ソ連崩壊後の1990年代には開発は停滞したが、2000年代には勢いを回復し、2004年の県と850周年には大規模な改装、開発が行われ、2005年には、 ロシアで最も快適な都市コンテストの10万以下の規模の都市部門で1位となった。ドミトルフにはクレムリンがあり高さ15メートル、長さ960メートルの土壁で囲まれており、その周囲には堀がある。大動乱の最中の1610年以前は多くの塔や門も設けられていたが、ポーランド軍との戦いで木造の建物の多くが消失した。 現在観光客が見ることのできるいくつかの堀や門は1980年代や2000年代の再建によるものである。1930年代半ばにはソ連の考古学者による発掘が行われ、12世紀の木造住居や工房、商店の跡が発見されている。また2000年代のロシア科学アカデミーの調査では、10世紀に遡る集落の跡も発見されている。 クレムリンの中には16世紀初頭の白い外壁に黒いドームの生神女終身大聖堂が建つ。1509年から1533年にかけて建設されたがその後も改修が行われ、1841年にも大規模な増築がなされた。内部には17世紀末に作られた5つのイコノスタシスと15世紀から16世紀にかけての遺構が収められている。 生信女終身大聖堂の横には19世紀前半に地方政府の儀礼や執務に使われた行政棟や監獄が立ち、その横には1898年に建てられた白亜のエリザベティンスカや聖堂が立つ。これは17世紀の建築様式の復古帳の外観である。クレムジン内には1876年開校の高校や2004年再建のニコラス門があり、 門の外は、市街地で19世紀後半に建てられた立派な聖堂、商家、ホテルなどがある。1767年から1773年にかけて建てられた旧聖主聖堂は、ソビエト時代に接収され、修復されて、現在は、ドミトロフ地区の行政機関が入居している。その他、ドミトロフとその近郊には、聖ボリストグレ、武州動員。 聖ニコライ修道院、生新庄誕生修道院の三つの修道院があり、内部にはドミトルフ最盛期の16世紀の建築国や17世紀に追加された建築が立ち並ぶ。1990年代に聖教会に返却され修道院が復活するまで、その建物は博物館、モスクワ運河建設事務所、赤軍の司令部、行政機関など、 ソ連時代を通じて様々な用途に転用されてきた。ドミトロフ市街は1960年代に大量のアパートが建てられる前は木造の家屋が多かった。現在も19世紀前半の新古典様式から20世紀初期の近代的な外観のものなど豊かな商人たちや貴族が建てた木造の商家、屋敷が多く残され歴史的な街並みを形作っている。 トゥガリの府邸は、商人が1785年から1788年に建てた、新古典主義の石造りの邸宅で、当時の姿を残っている。2004年の県と850年祭では、多くの記念碑や像が建てられた。クレムリン入り口のユーリー・ドルゴルーキー像、生新女終身大聖堂前のキリルとメトディウス像、市街地のピョートル・クロポトキン像など、 様々な彫刻家によるドミトロフゆかりの人物像が設置されている。また、第二次大戦でのドミトロフ周辺での戦闘を記念して T-34 戦車が市街中心に置か2001年には永遠の火を灯すための記念碑が建てられた。ドミトロフは工業都市であり、19世紀後半の産業ブーム時やソビエト時代に創業した大きな機械工場が立地する。 また、建材、食品、医療などの軽工業の工場も多数ある。ドミトロフは、モスクワとサブヨロボ、キー・イムルを結ぶ鉄道路線からアレクサンドロフへ向かう支線が分かれる位置にある。鉄道は、下りは単線だが、モスクワ方面へは、伏線で列車も頻繁に出ており、モスクワからの交通は主便となっている。また、 モスクワ運河の河口がドミトルフに設けられている。道路は A-104、A-108、R-112 などの国道、高速道路が通る。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。